ひげれおっさん。はい。かくれんぼしない？もういいよ。ちょっとやりたいことがあって。うん。塗りなしのかくれんぼなんだけど。うん。俺がどこにいるか、当ててほしい。隠れるから。わかった。はい、どうもライです。本日はかくれんぼをして遊んでいきたいと思うんですけど、ヒデオさんにはね、かくれんぼしようって伝えてきました。ただ、かくれんぼで、僕はヒデオさんにドッキリを仕掛けていきたいと思います。で、騙されやすいヒデオさんにどんなドッキリを仕掛けるかというと、塗りなしかくれんぼなんですけど、ヒデオさんもし、隠れてるのを見つけたら、あえて、見つけてないふりをして、もうどこにいるか、ヒデオさんどこにいるか見えないふりして、やっていこうかなって思ってます。はい、よろしくお願いします。ということで、ヒデオさん。はい。ヒデオさん、塗りなし隠れんぼで、先に隠れるからさ、今から1分間ちょっと見ないで。あ、わかった。絶対見ないでね。うん。振りじゃないから、絶対見ないでね。見てないよ。うん。もう1分経っちゃうよ。待って。待って。私かくれんぼ制限時間あんの？58分。あ、58分以内に見つければいいんだ。うん。あ、俺の位置からね、ヒデオさん見える。え、見えんですか？うん、見える。近くなったやん、言ってあげるよ。え、ありがとう。うん、まだね、近くなったら言って。わかった。さっき見えるって言ったのに、見えないの今。今見えない。僕は歩いてる。かわいいな。あれ。ちょっと、やる。何？いるの？いない。あ、ごめん、嘘。近い。ごめん、嘘ついちゃった。ゆめさん今、路地みたいなところでしょ。うん、なんでわかんの？ぶら。うわ、ああ。何？いるの？いない。あ、嘘。近い。うわ。うわ。いたよ。バレた？いたよ、ね。よくわかったね。おめでとう、ヒレオさんの勝ちです。イェーイ、僕。おめでとうございます。おめでとう、ヒレオさん。ね、もうすぐ見つかっちゃった。うん。俺弱いから、ヒレオさん今度逆に隠れる。はい、よろしくお願いします。はい。さっきヒレオさんが見つけてくれたんだけど、今度俺が鬼になるからさ。うん。今度ヒレオさん隠れて。わかった。隠れんぼの自信とかはあるの？隠れんぼの自信はありますよ。あるんだ。どこに隠れよう。隠れるところないんですけど。頑張って。3分待って。びっくりして、うなちゃんだと思ったらうなちゃんじゃなかった、これ。俺そんなとこいない。ズルしてると思った。いない。そんなとこいない。なんでそんなとこいないって、なんでうなちゃんがわかんの？見てない。これ皆さん、うなちゃんはズルしています。見てないよ。どこに隠れたのかな、ヒレオさんが。俺はいないの。ヒレオさん近くなったら近いって言ってよ。うん、近かった、さっき。え、近かったの？うん。え？いないよ、どこにも。ちょっとあんま返事しちゃうと声でバレちゃうかも。そんな、でも近くなったらヒレオさんいるってことだもんね。うん。でも僕、うなちゃん見失っちゃった。マジ？いない。いる。どこだ、ヒレオさん。いる。あ、マジでいない。いる。嘘。あ、近い。え、近い？うん。え？見える？俺。見える。マジ？うん。見えた？うん、見えた。どこ？ここ。ここってどこや？うなちゃん、ここだよ、ここ。あ、今見えた。
あ、見えた？うん。ここ見える？うん。嘘。ほんと。登れないよ。そこも見える。ひるさん、どこにいるの？え、だからここ。じゃあここジャンプして、ジャンプして。ダメ、バレちゃう。ダメだよ。いや、いいじゃん、いいじゃん、俺が、俺が。ダメ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 。無理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 。いた！ヒデさん、これだ！それ、ウナちゃん。これヒデさんじゃないの？これ、ウナちゃんだよ。このちょっと間抜けっぽい顔してる。ヒデさん、どこだ？なんか休んでるやついる。うん。休んでるね。ね、なんか休んでる。え、あれ行けんのかな、これ行きたい、行ってみたら、行ける、行ってみたら、うん、あ、惜しい。え、見えんの、どこかわかんないんだ。あー、落ちちゃった。どこ、ひろさん、戻るわ。戻るって 何動いてんの今。うん、だって落ちちゃったから。落ちちゃった。ちょっと、うねちゃん、そこダメ、動かないでね。あー、落ちちゃった、また。どこどこ、落ちてない、落ちてない。ひろさん。落ちちゃったんですけど。え？いる？あー、また落ちちゃった。ねえ。いやいや、見つけてない。見つけてない。見つけてない、見つけてない。見つけてないよ、さ。見つけてない。俺何も見つけてない。まだいけるか。やべ、足音でバレちゃったかもしれない、今。え、どこにいんだ、え、聞こえたなんか。いや、大丈夫、今、もう隠れた。え、聞こえる、足音。あ、ちょっと聞こえる。なんなら地響きも感じる。デブってことか。え、じゃあこれやったらなんかドスドス言って、ヒデオさんもしかしたら出てくる？ちょっと砂ぼこりが立つんですけど。ほら、で、ここの近くにいるってこと？ふなちゃん、近いよ。いやいや、そうだね。近いね。うん。どこ行ったんだろうな。近い？ヒデさん、はい、ドッキリでした。え、何のドッキリ？当てて、当てて、当てて。何だろう、砂ぼこりドッキリ。好きだね、その言葉。僕、こうやってたからダイレクトに食らうんで、ほら。ほんとだ。ほんとだ。ごめん。いいやで、いいやで。ごめん、ごめん。皆さん、こんにちは。今日はですね、4月1日、皆さん何の日かわかりますでしょうか？ 4 月1日は、まあ、世間的には、エイプリルフールなんですけど、ちょっと待って、今聞いといて、みんなに、考えさせる時間もなかったわ。なんかごめんなさい。で、マイプリーフールということで、じゃあちょっとターゲットのヒレオさんにドッキリをしていきたいと思います。まあ、急にね、これがプロコンを壊れてしまうという、急なドッキリをね、仕掛けていこうと思ってるんですけど、ヒレオさんどんな反応してくれるのか、ワクワクしながら仕掛けていきたいと思います。よろしくお願いします。あれ落ちた。ごめんごめん。ヌちゃん弱。弱くない、弱くない。え、待って、なんか、え、落ちちゃった。ヌちゃん弱。違う、プロコンがおかしい。ヌちゃん弱。待って、勝手に行くんだけど。うわ、ヌちゃん弱。弱くないから。え、なんか僕の足と耳が浮いてんだ。え、なんか勝手に右に行く。見て、助けて、ヒロさん。見てる場合じゃなくて、ヒロさん、何、助けて。どうやって助ければいいの。なんか勝手に右に行くんだよ。待って、止めて。あ、ヌちゃん止められない。抗ってんのにな。ヌちゃん止められない。抗ってんのにな。僕がここでヌちゃんを食い止めないと。待って、これ俺スプラトゥーンできなくなっちゃうんだけど。
あディラ様で落ちる。一緒に落ちちゃうじゃないですか。あ、耐えてる耐えてる。なんで僕とのドギダで落ちたんですか。いやいや、そこで耐えるべきだろ。今耐えてる耐えてる。なんかプロコンが急に調子悪くてさ。はい。今日だけ。今日だけ調子悪いの。顔に刺さってる。あ、ごめんね。はい。あ、やべ、普通に動いた。いや、あの、プロコンの調子悪いんだよ。かわいそう。なんで？なんかね、勝手にね、水の方にね、落ちていっちゃう。やばい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 。うわー、あれ？え？水ないですよ。あれ、今水あったよ。怪しいんですけど。やばい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 。勝手に行く。泳げないのに止めて止めて止めて。ここほんとだ。これな、どうすればいいと思う。頑張れ、うなちゃん。頑張れじゃん。押してない？押して、ちょっともう、押してないですよ。あ、ちょっと、頭でかくて落ちちゃった。ちょっともう、押してないですよ。あ、ちょっと、頭でかくて。ひろゆさん。はい。これは全部嘘です。はい。エイプリルフールなので、ドッキリをしてみました。どうだった？え、エプリルフール、え、は、嘘だったんですか、全部。もう全部嘘だよ。え、今まで友達だと思ってたことも全部嘘だったって言うんですか。その全部じゃなくて、オールじゃなくて、はい。今の、オールで、はい。全部じゃなくて、今の瞬間だけ嘘。はい、だから、プロコン壊れてるのが嘘なの。ああ、そういうこと、よかった。僕、うなちゃんと友達なのも全部、今まで一緒に動画撮ってきたことも全部嘘かと思って。そんな、特別、すっごいドッキリだな、それ。ひどいドッキリだよ、それ。もう、数ヶ月かけたドッキリですよ、だから。ずっとドッキリ仕掛けてたの、じゃあ。ずっとドッキリされてると思って。スプラスリー出てから。よかった。違う、ひろさんとは友達だよ。今後とも。うなちゃん、僕、友達、本当ですか？それ。もちろん、友達じゃん。俺たち。僕が仕掛けてるとは思わないんですか？逆に。え？ドッキリを？はい。友達、ドッキリ？はい。友達じゃないの？友達ですよ。だよね。そうだよね。そうだよね。びっくりした。ちょっとドッキリしちゃった。ちょっとドッキリって。これがドッキリ。そうです。ね。じゃあ、ドッキリ大成功だ。てってれーん。ドッキリ大成功。てってれーん。イェーイ。はい、どうもりです。本日は鬼ごっこをやっていくと、ヒレオさんやイカちゃんたちは思ってるんですけど、実は鬼ごっこではなく、みんなにドッキリを仕掛けていけたらいいなって思います。今多分、みんな俺のことを鬼だと思ってるのね。これ。鬼だと思ってるんですよ。で、その、鬼が急に、こう立ち止まったらこうやって、急にこうやって立ち止まったらみんなどんな反応してくれるのかっていう、実はスプラトゥーン2でも、やったことがありまして、その時はね、なんか、みんなね、いろんな反応してくれました。それはまあ動画をご覧ください。今回スプラトゥーン3でも、急に鬼が止まって動かなくなるというドッキリを仕掛けていけたらいいなって思います。怖いんですけど、ここに隠れてようかな。さあ、今一応追いかけてるんですけど、これは、追ってるふりですね。信憑性、ドッキリの信憑性を上げるために、鬼のふりをうなちゃんはしています。さあ、どこに行ったか。どっか隠れたんじゃないか。まあいいや。とりあえず鬼を、演じてますね、今。見つかんなそうじゃない？ここ。ほら。僕はこのアンチで休息を迎えようかなと。
ちょっと疲れたのね。今日は鬼ごっこしすぎて僕筋肉痛になりそうなので、ちょっと休憩を挟もうと思います。あ、こっちいるね。ここのステージ狭いね。すごい狭い。そこいるね、なんか。めっちゃ逃げてる、めっちゃ逃げてる。そろそろ止まろうかな。そろそろ。あ、こっちもいる。いや、俺そろそろ止まっちゃおうかな。どうしようかな。小中高はね、あ、高校生の時はそうでもないけどね、小学校、中学校は足早かったんですよ。じゃあ、僕止まりますね。おに、あー、見つかっちゃった。ちょうどなんか足塗られたんだけど。はい、鬼が急に止まりました。イカちゃんたちはどんな反応してくれるのでしょうか。すごい、うちのイカちゃんかわいそうなの。あ、見て。今なんかいたよね。今なんかいたよね、今。あれ、でも、誰も寄ってきてくれないね。あれ、今いたイカちゃん。ああ、急に出てきたヒレオさんが背中から、あれ心配してくれてるのヒレオさん。なちゃん、なちゃん何やってんですか。心配してくれてるのかな。見て、あ、痛い。あ、助けてくれた。今助けてくれたぞ。優しい。他のイカちゃんたちは気づいてないかな、もしかしたら。見て、あ、痛い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 。なんか動かないから心配してるのかこれ。ごめんね。入っちゃった。ちょっと、戻しとくわ。ちょっと待って、ひれ、それ何やってんの？ちょっと、ちょっと、って、俺の周り塗り始めた。俺の周り急に塗り始めたぞ。あ、待って、周りにイカちゃんたちも集まってきた。ひめちゃんと記念撮影撮ってみる？見て。心配されてる。みんな集まってきた。いいぞ。おい、待て、みんな。俺を使って記念撮影をするな。絶対写真撮りに来たでしょ、これ。見て。あ、周りが塗られちゃった。これやめてもいいかな。やめたらうなちゃんどんな反応するかな。いくよ。写真撮ってるでしょ。あ、え、なんか終わっちゃった。はい、どうもロイです。本日はですね、ヒレオさんに遊ぼうって言ったんですけど、とりあえずね、プライベートマッチ来てくれました。で、今回はね、ヒレオさんにドッキリを仕掛けていきたいと思います。遊ぼうって言った俺とか他のイカちゃんたちが、なんか、慣れ合いっこい、ペチペチして戦わないでいたら、ヒレオさんはびっくりしてどんな反応するのかなっていうのを、ちょっと気になったので、ヒレオさんにドッキリ仕掛けていきたいと思います。じゃあ、ヒレオさんに電話をかけてみてます。ヒレオさん出るかな？あ！ヒレオさん？出た！はい。こんばんは。あ、こんばんは、ヒレオさん。はい、ヒレオさんですけど。夜に遊ぼうっててごめんね。あ、いいですよ。なんかご飯でも食べてたらしいじゃないですか。あ、食べてましたけど。何食べてんの？ピーマンの肉詰め。美味しそう。好きなんだ。美味しいですよ。いいな。僕は優しさのヒレオなので。優しさのヒレオは初めて聞いたんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、3対3をやっていきましょう。あ、待って、ヒレオさん。はい。何ね。あ、まあいいや。いや、これ散歩モードになってたけど、まあいいかなと思って。バトル。え？皆さん、散歩モードでどうやってバトルするんですか？まあまあまあ、いいじゃないですか。59分も戦うんですか、僕たちは。ずっと戦おう。皆さん、ほら。どうですよ、疲れちゃいますよ。はい、今、チェックしましょう。ヒラメガオカ団地ということで、ヒロさん、3対3のバトル。はい。やっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、今回、縄張りバトルなんですけど、うん、どうですか、自信のほどは。まあまあですね。まあね、いつもね、仲間でやること少ないから。はい。うん。すみません、これ負けだな。何？だってなんか塗りが向こうのが強い絶対。あ、これ俺がスクイックリンなんて持ってるからな。ごめんね。はい。そうですよ。あれ？スクイックリン持ったからにはちゃんとやってくださいよね。はい。ちゃんと、ちゃんと今めちゃ出たの分かる？
はい。はい。頑張って塗ってくださいよ、ほら。塗ってますよ。バリアー取っとくわ、まだ。なんかピンチついてる、相手。本当だ。弱っ。弱弱弱弱弱。言いすぎだろ、それは。ヒロさんも偉いね、めっちゃ塗ってて。だって塗らないと負けちゃいますもん、これ。そうだね。ひなちゃんが、それ持ってくるから。ちょっと待って。あのね、自分塗るのが大事って言ってたんですよ。だからね、ちゃんと、こういう細かいところを塗って、最後、勝つんですよ。偉い、ヒロさん、めっちゃ偉い。そう。頑張れ頑張れ。こういうとこ一生懸命塗って、こういうとこね。塗りに行くってことも、だって塗るとこないですから。いちいち行こうよ、だから。そう、行ってくださいよ。なんで僕が行くの？ここでバリア使う、バリア使う。はい、塗れ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 。ちょっと塗って。塗ってますって。塗ってる？塗ってますよ。そのくらい、相手いないんだよ、ヒロさん。あ、ほんとだ。え？え？は、いないんですけど。あの、ジグにいたわ。だからいるじゃないですか。それやってください。ジグにいる。3人いる。ヒロさん3人いる。だからやってくださいって。オッケー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 。そのためにうのちゃんを戻したんでしょ。はい。なんでやんないんですか。こっち塗って、細かく塗ってますって。塗って、ちゃんと下下下下塗って、下塗って、下塗って、下下下倒した。何下塗ってって。ナイス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 。どこにいんの？え？何これ？勝ったか？勝ちだろ、ずっとピンチついてんですから。回線落ちか？回線落ちか？61対15だって。お、バトルナンバーワン、イエーイ。だよね、絶対ヒロさん金3つは。塗りポイント、ナンバーワン、イエーイ。ちょっと敵、合わなかったんだけど。どういうこと？わかんないわかんないわかんない。ちょっとガチマッチもやってみよう。ヒロさんはどこかな。ここだ。今日よりは強い日があるのか。あ、ちなみにガチホコバトルにしましたよ、ヒロさん。イエーイ。ガチルール、ヒロさんと好きなルールでやっていきたいと思います。僕好き、僕好き、僕好き。はい、よろしくお願いします。イェーイ、我々。悪い？最初は悪い？あのね、これ先に終わった方が強いんですから。わかった。あれ？はい、え、ヒロさん。イェーイ。いい、ナイス。イェーイ。イェーイ、ナイス。これ、我々。リード。ヒロさん。ええちょっと待って。これいけるわ。え、いけた。イエーイ。ブグチョイ、ブグチョイ。無視。え、なんか、え、え、皆さん、無視。無視って何？いやいや、何も見えてないの？え、ほっぺそうのは見えたけど、避けたよ、僕。あ、そう、そうか。まだ早くね、でも、ワンダとしても。キリオさんは、どこかな？ここはい、マッチングしました。天美術大学、矢倉だよ。矢倉だ。なんか、矛一緒なので、もう、こう、矛で割ろうとしてたんですけど、せっかくで矢倉で行きたいと思います。うん、僕、矢倉ってあんまり得意じゃないんですよね。おかしいな。ちょっとエリアも。え、おかしいな。これ、うなちゃん乗っててね、これ。え、俺乗るの？は、だって乗らなきゃ進まないじゃないですか。はい。よいしょ。ロボット来てる。あ、よし、一人やった。あ、うなちゃん一人やったよ。あ、降りちゃった、間違って。あ、二人やった。イエーイ、ブグチョ、ブグチョ、ブグチョ。え、やったんですけど、ブグチョ。イエーイ、ブグチョ、ブグチョ。いけるいけるいける。見えないのか、ヒデオ。うなちゃんいけるぞ、これ。ヒデオさん、これが見えないのか。うなちゃん、これいける。いけるじゃない。もう一人やった。もう一人やった。もう一人やったじゃない。これいる、ここにいる。よしよしよし。見えないのか、ここにもいる。やばいやばい。攻撃されてる。危ない危ない。どこ？強。ちょっと待って、やめて。危ねえ。攻撃されてた、僕。いやいや、僕強い、僕強い、僕強いじゃないんだよ。だって僕攻撃されてたから。攻撃誰もしてないだろ。してましたよ。誰も何攻撃してたんだよ。
これは精神攻撃です。見えてるやん。見えてる。見えてないです。見えてる、見えてる、見えてる。違うよ。ヒレオさんは、どこかな？ここ。ちょっとヒレオさん。はい。見えてたのかな？何が？相手チームと俺たちのアオリイカ。見えてた。おー、見えてましたよ。あ、だよね、だよ。これ、ヒレオさん。あ、だから精神攻撃仕掛けてんだな。いや、普通にバトルして、あのさ、アオリイカがいっぱいいたらどんな反応するかなと思って。ドッキリをね、ヒレオさんに仕掛けてきたんだよ、今。え？これ。これドッキリなの？あ、これドッキリも仕掛けてたのに。なんか何事もなくさ、倒すじゃん、アオリイカたち。だってふざけてると思ったから。だから、え？だって、勝っていい、え？あ？まあ、びっくりしてるわ、これ。言葉が詰まって出てこないもん。意外と食らってた、このドッキリ。だから。ほら、ほら、ほら。だからですよ。ほら、言葉詰まって、びっくりして精神攻撃にやられてるぞ。ヒレオさん。え？ほら、最後までとぼけてわかんなくなっちゃった。ああ。いつからですか？最初からですか？あ、最初からずっと精神攻撃を仕掛けられてたんです、あなたは。でも、ここの時は誰もいませんでしたよ。いたよ、いた、横で、いたよ、ベチってたよ、いたよ。ちょっと考えるわ。考える？これは。何これ？てか、そもそもこれ何？これ何これ？これ考えてんですよ。いや、初めて見た、このなんか、ガリレオみたいなやつ。これは。僕、ガリレオなので。だよね、これガリレオだよね。初めて見た。